高賀寺席推定地大見国不安と黄賀寺席、推定地の一高賀寺は、大見国高賀郡のしがらきにあった古代寺院。寺跡は、滋賀県甲賀市しがらき町寄制、牧地区に推定される。奈良時代に、聖武天皇により、しがらき宮と並行して総国文寺として造営が計画された寺院である。しがらき宮廃途に伴い、大見国文寺に転用されたとする説が、 有力視される。聖武天皇肖像東大寺ルシャナ仏像、聖武天皇は、天平14年2月に国家から大見国高和郡への道を開いた後、同年8月に大見国講和軍死柄木村での利休の造営を命じる。そして、天平15年10月15日に大仏像流の御事の利を出し、同年10月19日にルシャナ仏像を安置するために、 しがらきに寺地を開いており、これが甲賀寺にあたる。天平16年11月13日には甲賀寺の寺名が文献上で初めて見え、ルシャナ仏像の大骨柱が建てられ、聖武天皇自らその縄を引いている。同年11月17日には岩礁大城天皇が南馬から甲賀宮に移って、甲賀宮は皇都としての様相を強めており、 天平17年1月には、がらき宮は、心境として事実上のコートとして位置づけられていた。その後も造営は進展していたが、同年4月から山火事や地震が連続的に発生したため、同年5月に、聖武天皇は国宮次いで平城宮に移り、黄河宮は廃都とされた。 ハイト後の甲賀寺の変遷はつまびらかでないが、ハイトに伴って甲賀寺の本格的な造営も中止されたとみられている。ただし、焦燥院文書の点表17年10月21日の造工家事書下によって、甲家寺造営の一部存続が認められるほか、同文書点表19年1月19日の甲家寺造物所長でも造物所の存在が認められ、同文書、 主事収納船注文の記載から天平19年5月27日までの名称の存続を指摘する説もある。その後の資料としては、小僧院文書天平商法3年12月18日の土姫基帳に見える高賀愚国分寺が高賀寺のその後に当たるとする説が挙げられている。なお大仏造流については、平城景観と後に東大寺に継承された。 東大寺洋録の大仏殿碑文によれば、天平十七年八月二十三日に増流再開、天平十九年九月二十九日に中造開始、天平商法元年十月二十四日に中造完成と見える。その後の皇帝、大仏殿根流等を経て、天平商法四年四月九日に海岸区用に至っている。しがらきぐしだいりやちクじやとの所在地はつまびらかでないが、 しがらき宮市大ダ屋地区に否定する説が古くから知られる。同地区は古くは、しがらき宮跡に否定され、しがらき旧跡として国の史跡にも指定されているが、その後の調査で宮殿跡ではなく寺院跡であることが判明している。大イ屋地区の性格に関しては、上述の小細院文書の高外郡国分寺の記載から、廃絶時点は、 近江国分寺とする説が有力で、地域で検出された火災根は、日本気略での延暦4年の近江国分寺の消失記事とも対応する。そして甲賀寺は、その近江国分寺の前身寺院にあたり、甲賀寺の伽藍を改めて国分寺に移行されたと想定されている。一方、近江国分寺と甲賀寺とは、別々に計画されたとして、近江国分寺の根流を、 大見国府付近に想定し、大地屋地区は、甲賀寺として廃絶したとする説もある。いずれの説の場合でも、現在の大地屋地区の主要伽藍は、東大寺と似た様相でありながら、大地屋地区の地域は、東大寺よりも大幅に小さい点、大地屋地区の近道跡には、大仏が収まらない点灯で、大地屋地区と甲賀寺をめぐる解釈には、課題も残されている。 そのため様相の解明には仮想以降の有無確認等の調査が必要とされる。原点出点。ありがとうございます。